TT チャンネルです。本日の動画は奈良京都遠征ツーリングです。間に旬な話題の動画を割り込むと思います。1号機で出かけました。第3回目です。一体線の支線と二坂線になります。まず私の間伐林道の定義なんですけれども、これ5つありまして、この5つを全部満たすと初めて間伐だと認めてますと。で、この地図なんですけど、私の天下不伐進行図でして、緑が1本でも間伐林道を走ったところで、黄色がまだ走ってないところ、奈良に行ってるんです。奈良は緑に変わりました。前回抜きましたからね。ただその続きあります。林道一体線二坂線ですね。はい、奈良の林道を間伐したのは申し上げた通りです。一体線のその支線にも行ってみたいと思います。本線同様、実は倒木に入っちゃいまして、一本では寂しいのでもう一本探索と、少し南にある二坂線に向かいます。というわけで、本日のターゲットも奈良です。それでは本編どうぞ。見えますか？林道一体線奈良市、抜きましたよちゃんと。よし、抜いてやったぜ。よっしゃ、ちょっとこう、もうちょっと向こうへ抜ける道ないのか、行ってみましょうかね、テレビ局の方に。ね。あ、これか。やっぱり戻りすぎだよ。何やってんだよ。いや、これじゃないと、これじゃないと思うんだけど、ちょっと一応調べてみますか。あ、これだ。これですわ。なるほど。クモの巣すごい。歴あれもすごい。うわー、これはさっきのよりもきついじゃないか。え、つわもの、誰かいる？つわものくんだし。つわものどもが夢の後。ダメだ。まあまあ、倒木に阻まれますね。これは、右手を、2、3人いたら行きます。キャンバーになってて、そこまですごくないんで。2、3人だったら行きますけど、1人だと行かないですね。めんどくさいことになったらめんどくさくなるんで、行かないっす。いやー、やられましたわ。決めました。迂回してみます。どうなるかわかりません。いろいろとルートを探りました。なんてこった。びっくりした。危ない。危ない。ブーツが引っかかりました。マジか。もうちょっとで、真っ逆さまに倒れるところだった。ブーツが引っかかりました。危ねえ。
よっしゃ、はあ、危なかった。2回ぐらい、はあ、谷の方に落ちそうになった、ね、危なかった。行きました。これと思って、おそらく帰れるんじゃないかという、そういう目算で行きます。危ないので空気圧をもうめちゃくちゃ落としてます。この辺は端に逃げてくるじゃん、これ僕を、はあ、この辺は怪しいな。大低木があったらもうかわそうがすごい難しくなるような気がする。一番怖いのは道が落ちていることなんですね。出ました。いや、出ましたね。なんとかね。ここもダートだ。うわ、なんか、うわ、いてて、景色良くなる、ひょっとして。おお。ちょい景色がいい。ここはね、今分岐になってましてね、分岐を今私は分岐のあたりで写真を撮ったんですけど、分岐をですね、ああこっちから今ね来たんですよ。でここの分岐をですね、左に曲がるとさっき言った五栄に行けます。これをまっすぐ行くと五栄ですが、まあ、護衛に抜けるよりも、こっちがメインのルートなので、ひょっとしたらこっちに、君はどっちに行くんだい？また直進いたしましょう。まあ、本当に。いや、看板ないっすね。ないな、どこにもない。ない。ありません。お地蔵さんはあるけど。ただいまの
の動画を地図上でも振り返ってみたいと思います。出発点はですね、ここです。県道47号野牛キャンプ場の看板のあるところですね。でこれをですね、ずっと一体線戻りまして、で本当はですね、この赤い線ですね、赤い線いっぱいあっても申し訳ないですけどね、で南下しなきゃいけなかったのを見過ごしてですね、私ここまで行っちゃったんですよ。もうこの護衛の近くですねまで行っちゃいまして、でそれで戻りました。はい。で、進んだらですね、ここにコーヒーカップマークがありますけど、ここです、倒木があったところは。で、それで、その倒木をなんとか迂回しまして、で、無線中継局のところに出ましたと。で、そこからですね、またこの林道の間伐も目指して進んだんですけれども、1回目のですね、左の分岐、これですね、ここでもやっぱりこれ、護衛に行けそうなんですよ。はい。で、さらにですね、もう1回分岐がありましてね、で、その分岐をですね、左に行くと、まあ、やっぱりこう、点線などを使って、これは水源町というのか、水間町というのかな。結局、こういうところを経由して、やっぱり護衛に行けそうなんですよね。ただ、そこも直進しましたので、結局、この大平尾っていうところですか、ここに出てきたと。はい。こういった動画でした。ここですよ。ここです。ここ買い出しのやつがあった。ここだ、ここだ。三坂方面。新道開通。何の振動だったんだろう。よし、来たよ、林道二坂線。さて、奈良2本目なるかどうか。林道二坂線です。福音 3.6m、 4m 規格に足りない。あれですね、石川県の和装岳線と同じですね、規格としては。よし、行ってみましょう。何じゃこれ。え、これどっちなの。ちょっと地図見ましょうか。左はですね、行き止まりですね。ってことはこれはね、右に行くしかないんですよ。でしかもこれ右ダートですね。これダートっすよ。抜けてたらもう俺の勝ちじゃない、これ。三坂線間伐じゃないですか。もうこれダートです。もうこうなってると、ちょっとやそっとの東北だったらなんとかしてくれます。さっきのね、一体線の続きみたいな感じで、どうにかして抜けられないのかみたいな。でゲートもしてないし、一体線ももう倒木が、ちょっと一旦スライドさせてこう傷跡残しておかないと。よっしゃ、はい。ほう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 。
傷が当たったら残しておかないとね。傷は爪痕だ、爪痕。爪痕を残しておかないと。やった、やっと抜けたよ。よっしゃー、日本干ばつ。ご覧ください、やりましたよ。二坂線、いや、笠坂線かもしれない、すいません、はい、闇がわからないけど、2本です、まだ2本頑張ちました。ここちょっとまあ短かったけれども、確実にちゃんとダートで、しかもね、これはね、嬉しいですね。その進入路と、それから出口と両方にね、同じ看板があるっていう、私にとってはもう最高のパターンですよね。一体線はね、片っぽにしかなかったけど、よっしゃー、なら日本干ばつ、やったー、なら最高。ただいまの動画を地図上でも振り返ってみたいと思いますね。出発点はですね、このここ、これ大平尾町というものかな、ここです。で、これで県道47号をどんどん南下していきまして、で、県道369号に乗り換えて、で、道の駅ハリテラスですね。ここでおにぎり食べました。バイクいっぱいいましたね、ここ。関西で有名なとこなんでしょうね。で、県道じゃなかった。国道369号を、はい、どん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 南下していきまして、さらにですね。で、それで、これ、灰原っていうのかな、大原じゃないよな、まさか。を進みまして、で、これ多分市道なのかな、宇田市の。に乗り換えて、で、これどん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 進みましてですね。で、二坂の方に、はい、進んでいったと。で、この二坂の方に進んでいった道をそのまままっすぐ進んでいくと、そのまま、ダートになりまして、で、この道に、ここには合流したと。で、この道は、そのまま、北上すると室尾に行けるし、それから南の方に行くと、これまた灰原の内巻ですとか369号に、まあ、また合流できるという、そういう地点なんですね。はい、ちょっとですね、行きます。もうひょっとしたら途中でカメラのバッテリーが切れちゃうかもしれないんですけどね。なんかいい道ですよ、すごい。でも信じられないのはいい道だね。今のはどっち？うお、こんにちは。ハイキングしてる人がいた。しかも格好がかなりこう気合が入ってましたね。なんかタバコ買いに来たみたいな感じ。
いや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 、舐めちゃいけないよね。いや、舐めてはいかん、舐めてはいかん。危ない危ない危ない。行かないとまずい感じの道になってきましたよ。何これ、この先ずっとこういう感じですか。ちょっと先を見てきたらもうこれ全然登山道ですね。そう、閉めていただけます？はい。ただいまの動画を地図上で振り返りますね。出発点はですね、このオレンジの軌跡と赤い軌跡が交わっているところです。これ深谷川、深谷川なんですけれども、これ沿いをですね、ずっと西に進みました。で、どの辺にいるかというとですね、これ林道二坂線です。この緑とオレンジが、はい、で、終点ここですね。ですからそんなに遠くないところです。で、結局ずっと登ってったんですけれども、はい、断念して帰ってきました。で、これは結局ですね、そのままずっと直進していくと、まあ、おそらく登山道みたいなワントレールの道で結局二坂線に、はい、合流すると帰ってくると。だからこれ一周回できる面白いルートだったかもしれませんね。で、まあ断念して戻ってきましたので、舗装路に出て、で、まあ、多分この辺です。この辺に害獣よけゲートがあった、そういった走行でした。知りました。布目ダムね。布目というか、ふめっていうのか、ふもくっていうのか、布もくっていうのか分かりませんが、ダムの越谷ふれあい広場、越谷ふれあい広場っていうところに来てます。帰ってきました。ここが前線基地なんです。無事帰ってきました。で、一体線、それから二坂線、この2本を抜きました。奈良は2本干ばつです。よかったですね。奈良ほんと苦戦したな。
はい。自分で作った条件が、もう本当に恨めしくなるくらい苦戦しましたが。なんとか行きました。嬉しかったですね。こういうね、間伐しなきゃいけないとかっていう、この、重荷を背負いながらじゃなくて、なんかこう、いろんなところに行ければもっと楽しめるんでしょうけど、まあ、これもこれで一つ面白いんですよ。はい。奈良県、できました。奈良最高。まとめます。奈良日本干ばつですよ。というわけで、奈良は間違いなく緑に変わりました。倒木に阻まれつつもですね、一帯線を干ばつしまして、無線中継局のそばを通る支線も干ばつしました。ただ残念ながらここ名称分かんなかったんですよね。で、圧から解放されましたので、2本目を探索しに行きます。まあ、1本だけじゃ寂しいのでね。で、二坂線も干ばつしました。さらに調子に乗ってですね、そのすぐ近くにあった林道、もう全然予定なかったんですけれども、地図で点線の林道、欲張ったんですけども、やっぱり点線でした。そこは断念して帰還したと。というわけで、まだ干ばつしたので、この勢いで京都も緑色に変えたいと思います。意気揚々と京都に向かいます。ありがとうございました。